声が今鳴ってるさ声ね特徴的だった喋り方とか。っていうかねあのダムスキーのね写真があるんだよ。で母船の窓から顔を出してる写真があってそれを別のブラザーズがスカートシップに乗って。 写真撮っわけその写真があってアダムスキーが顔が長くてさ分かるんでもう一人写ってるのはオーソンっていうのがいるんだでオーソンの写真をずっと見てるとさこ頭の頭の鉢がでかいってわかる頭がでかいっていう頭が大きい人は蜂がでかいっていうそういう写真が残ってるんだよ すると八が八がでかいって、そうすると誰かなと思ったら安倍総理はね。<laughs> <laughs> <laughs> そう、そうだったんだ。うん、私全部ほとんどシリシリは何か質問するときとかに聞くときに使うけど、うんうん、何かその操作。 自分が分かってる操作の時には尻使わないですねあんまりすぐ自分でそこに行っちゃう感じ操作分かんないからあそっか操作が分かんないから分かんないんで尻にたまるとああでも尻全部便利ですよねその意味でねアラームがどこにあるのか分かんなくてもアラームかけられちゃうんだかけてくれるかけてくれる「他力本願」一回覚えたらすぐですよ 多分物によっては Siri より早いと思うな。うん。ね、老化がね、老化が進むあ老化どっちがいいかな。まあ Siri も楽しいですよね。そのまあね、使いこなしてはいいけど。おお、そうですかね。これ iPhone の結構新しいんだよ。新しいんだけど、全然もう使いこなして新しいからこそだよね。やっぱり今これ十。 わわかかかんんなないい、ね、いくつかかんない、うん、私、うん、もうそろそろ新しくしたいんですけどじゃあ、えー、とアラームかかりましたよね、うん、15分ねうんそうしたらあと 2, 2回ぐらい多分やりますよ、うん、やれますよいいみんな <laughs> 大丈夫ですかあと2個分こんなくだらない話、ね。<ら> <laughs> もっとじゃあハリーさんちょっと復活記念ということで<え>今日こそやっぱりちょっとこれ話しとかなきゃみたいなのないんですか何にもない何にもないの、うん、何にもなくて人集めたって感じ <laughs> いやだからこっそりやろうと思ってたか、うん、誰も何も言わないで一人でやるつもりだったんだよ でなんか話によると一、うん、人でやる最初一人でやるつもりだった一人での投稿が上がってるじゃないですか告知がうん、うん、だけどそれって私に電話したけどつながらなかったから一人でやることにしたって、ね、そうそうそうあっ乃ちゃん電話つながんないのも一人でやれっていう意味なのかなと思って,思ってそれがねところがどっこい私がその後電話してやりますよって言っちゃったのやるんだと思っよ。<laughs> そしたら杉本さんからも連絡来てさ「やりますよ」って「ああまた元と同じじゃない」と思ってまあそれはやっぱりやった方がいいってことですよ。ねいいかなと思ってだから改めて言うことはない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 はもう恥ずかしながら戻ってまいりましたまあ今まあ今今年の2022二年の 4月になりまして、去年のそのまた状況やめた時の状況とはまた世の中の状況が変わってるじゃないですか。すね、全然違うよね。ね、もう違うでしょう。ウクライナ戦争、ね、そう。今それはどう思います？どう感じてみてます？一番悪いのはバイデンだね。あ、まあそこの見解は同じですね。うん。うん、だから全部そこから始まってんだよ。と思います。あのトランプさんとの、うん 選挙のあただバイデンだけが悪いんじゃなくて、うん、な,んかなんか知らないけど力があって、うん、あのバイデンが大統領になってて、うん、そ,のそのバイデンがいろいろ悪いことやってて、うん、ウクライナが、まあ、多分、うん、でそれにプーチンが頭にきてて、うん、で攻めたと思う、うん、このウクライナとロシアの問題ってすごい難しいことだからなんか,なんか,かねえ 誰が,悪い誰が悪いとか、うん、でも今の日本の,あのメディアだともう完全にプーチンが悪っていう報道してるじゃないですか。うん、で私は逆にあんまりにもプーチンが悪いロシアが悪いって報道が一斉にしてるからなんか逆に変だなあと思って最初ちょっとうーんと思ったんですよ。でもまあ、一番悪いも アメリカブラザーズが悪いブラザーズが悪いの？あ本当に？あいつら人が死ぬ死ぬか何しようがさ全然ほったらば。だって東京の時だってそうでした。世界中にいつも起こってるわけ。ああいうことって。いつもいっぱい起こってますよね。全然止めないんだよ。止めないでまあオブザーブしてる。観察だけしてる。手は出さない。手は出ない。だからさっき言った宇宙人に会った会わないっていう話もあるんだけど。 要するに、彼らが何か目的があるんなら、あの、絶対に何かするはずだって、人間は思うじゃない。うん、それが、講じて、レプタリアンというのは出てくるわけ。レプタリアンって悪い奴がいて、うん、そいつらが全部仕切ってるんだっていう。そういうものの考え方をする奴が出てくる、うん、出てくるわけよ。だそれも別に、それが悪いって言うんじゃなくて、うん、それも当然だよな、と思うわけ、うん、俺は。うん。うん、その、あの。 陰謀論にしてもいろんなタイプがあるじゃないですか。うん、そのえっ、ー、と政治家のトップはもうレプタリアンで宇宙人で、うん、もう支配してるから、うん、こっちはどうしようもないみたいな考え方も、うん、ある意味そのそれは何依存心のようなものから発生された考え方なんですかね。うん、うん、光側とかね、うん、闇側とかそういう分け方もあるじゃない。うん、でそれも全部だからあの。 実は宇宙人って何もしないんだっていうさ。うん、それなぜなのかって、そこに哲学が入ってくるわけ。例えば、子供がいっぱいいて殺されて,てもさ。うん、あの、実は死ぬってことがさ、うんうん。そんなに、あの、悪じゃないんで、彼らにとっては。ああ、そうだ、そうだ。うん、なんか思い出した。前にも言ってた。うんううん、死ぬことが悪って。 うん、悲しいことダメなことっていうふうに今の人間は、うん、そういう価値観があるけど、うん、本当はそうじゃないっていう前提がかから話がかみ合わなかったりすするんですよねそうするとウクライナであのいっぱい人が死んでもさ、うん、あの例えば前にあなんか、うん、と宇宙哲学勉強会で言ってんだけど、うん、あ,のあるおばあさんがね、うん、あの中国で看護師やってたんだよ。はいで 戦争が終わっても2年間だけやってくれって言われて2年間満州で看護婦を続けてたんだよねそるとさそこに来るのはさ大体もう慰安婦慰安婦とかさ病気の慰安婦とそれから負傷したロシア兵とかさそんなしか来ないわけ慰安婦っていうのもさ15歳ぐらいの中国の女の子なんだよみんな梅毒にかかって死んじゃうんだよそのの女子たちが実は その看護師さんなんかにさ、うん、すごくもう陽気でね、うん、陽気でさあの「もうこのクリームなんか使わないからもうあげる」って言ってさ、うん、それくれたりするんだけど、うん、そのおばあさんはさそれが忘れられないっていう、うん、そのくらい強烈なあの、うん、場面だったわけ、うん、だけどさそれだけすごいさその魂の,、うん、あの勉強してるわけよ。はいうん、勉強してで 死んでその時にその慰安婦だった子たちはさ自分の体を提供してさそういう苦境の中でさでも明るく朗らかにさ死んでいく中でさどれだけすごいこの魂の幅が広がったかっていうさそういうのを考えるわけで彼らはそういうとこを見てるわけ そういういところ見,て見てるからその俺たちは慰安婦になって、うん、1516で、ね、なって、うん、そんな悲惨な目に遭ってかわいそうと思うんだけど、うん、そうじゃないところで見てるから、うん、彼ららは平気でいられるんだからウクライナで殺された人たちもさだからそういう部分があるからこそ、うん、その。 まあ縛られて、レイプされて殺された人、うん、人なんかもいっぱいいるけども、その人との魂魂はどういうふうになるかということを逆に彼ら見てるから、うんうん、あのこう平気な平気な感じで騒い、騒い、っていうかね、うんうん、見てられると思うんだよ。東京大空襲の時もそうだしさ、うん、原爆の時もそうだしさ、うん、全部そうなんだよ。うん、だからそれが全然こう自分の頭で考えて。 うんうん、な,なんとかしようとしちゃう人たちにとってはさ、うん、やっぱり許せない,いうそう東日本大震災の時にもそういうような感じがあって天罰だって言ってた人とか、うん、なんで逆にそのなんでこんな天罰を与えるんだみたいな、うん、あのとんでもないことが起きたっていうふうにやっぱ判断する人の方が多くて、うんうん、だけど今ハリさんの言ってることはその逆でその。 ななんてうんだ全部こういダメなこととか嫌、うん、なことじゃないっていう,もうそ,のそ,れをその経験を踏まえて、うん、経験をしてその,その経験をすることそのもの、うんうん、であの魂が幅が広がるし成長するから、うん、だから地震が起きたからダメだみたいな、うん、こととも言えないんですよね。 そうだだからてがそそううなんよいう目で見ているから宇宙人もそういう目で見てて平気いられる感覚はわかる日本人は善悪をつけたがるからね全部ね日本人だけじゃないよ日本人じゃないや地球人ねそうそうそうそれがないからそれが宇宙哲学なんだけど。 ウクライナとロシアに関してもメディアは完全にあんまり証拠とかもあんまり出さずにこの前のブチャの話でも実際にロシア人がウクライナ人を虐殺したりとかいうような映像は一切ない全くないんでどこ探してもなくてだけどロシアがやったってメディアはもう決めつけてその話を進めているんだなって感じがあったんですよ。で で実際にそのいろんなあのウクライナの中で大変なことが起きてればそれはすごく自分の中では辛いことで、まあ、みんな日本人はもうもうウクライナへの人道支援でお金いっぱい送ったり、うん、みんな個人でもやったりしてますけど、うん、でそれでウクライナあのロシア悪プーチン悪って全部こっちはもう悪にして、うん、こっちを。 抱え込まなきゃっていう,うん、うん、この流れはどうだろうかなって京都大学もウクライナの留学生だけ受け入れるって何、うん、かニュ,ースニュースがあったんですよ。ウクライナ人は受け入れるんだっていうでなんかねいろいろ分かんないことがあって善悪をつけようとしているなんかはっきりしたものを感じるんですよ今の今回のウクライナとロシアに関してはうん、うん、多くの人たちにロシアが悪でウクライナが 全なんだ、そうなんだよみんなみたいな、うん、そういうメディアの報道のね、なんか意図を感じるの。だんだんそれが強くなってくる。強くなってきてる感じがする。うん、ここに週2週間ぐらい。うん、だからこそ裏を感じるんですよ。うん、なんかそう思わせられてるっていうか。なんかプーチンなんとかしないとなと思う,思うよね。<laughs> そうででプーチンはもうもうあのなんか失脚だとか。うん でプーチンは今どこにいるんだとかねチェルノブイリにいるんじゃないかとか、うん、カザフスタンにいるんじゃないかとかいろんなニュース出てるんだけどなんかもうとにかくプーチンを許せないって書いてあるんですよフェイスブックとか見ると。うん、でも許せないって思う前にここまでの流れっていうものがもうずっと前から あるわけでしょ、うん、でネオナチの問題だってやっぱり日本ではすごい触れられないけれども、うん、でも実際にやっぱり調べれてくるといろんな資料出てくるし、うん、でウクライナがウクライナの中でウクライナ人にやってたことということも何か可能性としては事実としてあったかもしれなくて、うん、それもいろんなところをそのいろんな視点で報道してほしいのに、うん、も,うもうメディアの報道は一色じゃないですか。うん 山口。おかしいね。ひろゆだったな。あ、山口さん。<の>はい。あの人が意外と、まあ、冷静で,いいで、ね。い冷静ですよね。うん、私も彼の動画一回見ましたね。なんか最近。見ました。うん、見ました。ビル増刊号だったのかな。なんだろう。うん、何で見たのか。ビ、うん、ル増刊号じゃなくて。多分 女の人と対談してるじゃん。あ,あ、あの女性の方、うん、あのおかっぱの。可愛いらしい方。っね、違った。髪のあ、本当に。ちょっと、まあ、その辺、ちょっと、はっきりして。し <laughs> そこ、どうでもいいか。<laughs> 髪型、どうでもいいっていうね。うん、あの、でも、そういうのあるんだよ。うん、彼が一番。あの。うん、冷静。冷静。ではいるんだけどね。うん、なんか。いろいろ。の視点を。結局は、その、まあ、私もいろいろ見た感じ。やっぱり、真ん中で。 何が起きてるか本当分からないわけだからなんか簡単には見えないな、うんういううん、とにかくだから世界で何かね起こってるのは確かなんだよ。ってるな確かでね、うん、あの方向性としてはさやっぱりあ悪を暴くっていうか、ねうん、暴いて何とか正しい方向に持っていこうとしてるやつがいるのは確かなんだよ。だけどそれはその本当にいい流れですかそのなんか そ,のそういうい悪を暴こうとしているやつらがいるっていう今の前提うん、うん、そのまだなっちゃったその人たちはハリーさんから見たらのい,いい人たちそれをいろいろい,いわゆる策略うん <laughs> 今ちょっと悩んでますちょっと待ってください削除できますよ それでここをしてで設定してうん15分ではできない、Siri、<laughs> シリ編集一番楽だねシリがね15分後アラームセットあ15時57分に終わるのでちょうどいいですね4時までということでね、うんうん、ちょうどいい